い、小頭脳趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、もうすでに目の前にあります。はい、こちらね、ドラゴンボールアライズ。こちらはね、もうすでにね、プレミアムバンダイとかで発売されているやつとはちょっと違うんですよね。うん、これね、今日やっと届いたんですよ。かなりね、遅延が続いて、本当だったらね、もうとっくに届いてるはずなんですけれども、今日やっと届きました。これね、プレミアムバンダイのやつと何が違うかって言ったらね、ブロリーの手がね、エネルギー波を放つ手と悟空を掴んでいる違いがあるんですよ。はい。で、私のこれはね、まあ見ての通り悟空を掴んでるということでね、こちらはジーマ限定品となります。はい、まあ、ジーマ限定品はね、ほんとジーマのそのサイトで購入するんですけれども、発売後速攻で完売するやつなんですよね。まあ私はね、なんとか張り付いてね、購入することができました。はい、それがやっと今日届いたっていうことですね。はい、ではとりあえずね、この箱の外観をぐるっと見ていただきましょう。はい、ということでね、箱をぐるっとましてみましたが、これね、いかんせん箱がでかいんですよね。まあやっぱブロリーがでかいんでね。はい、ということで今回はこちらを開封していきたいと思います。ではとりあえずね、まあ、ブリスターの状態まで持っていかなくてもいいでしょう。まあ、とりあえずもうフィギュア取り出しちゃいたいと思います。ブロリーです。はい、ということでね、ブリスターからも取り出してフィギュア本体見ていただきたいと思います。いや、これね、マジすごい迫力がね、半端じゃないね。うん。いや、これは素晴らしい。まあ、この大きさの割にね、重さがね、ほとんどないんですよ。ほとんどないって言ったらあれですけれども、めちゃくちゃ軽いですね。うん。まあ、これはジーマのフィギュア全体的に言えることですけれども、まあ、とりあえずね、こうやってアップで見ていただきたいと思いますが、まあ、ブロリーの顔はね、もうそのまんまですね。似てます。うん、劇場版の初期のブロリーですね。ブロリーが初登場した劇場版のやつですね。めっちゃすっげー似てる。この筋肉とかの造形もね、素晴らしい。塗装も完璧ですね。もう陰影もはっきりとつけられています。うん、でこの首飾りもね、ちゃんとして造形されてます。で髪の毛もね、うん、結構いいですね。まあ、これもちゃんとグラデーションになってますね。うん、中央に行くに従って濃くなっている。で毛先に行くに従って薄くなっていくと、はい、といったグラデーション塗装。この首飾りはまあ別パーツで付けられてる感じですね。この腹筋すっごい。このごっつい手すげえな。拳がすごいですね。いや、すさまじい。で腰のね、この帯の造形とかもすごいな。シワとかもね、きっちり再現されてて躍動感あるんですよね。なびいてる感じで。で下のズボンのところもね、すごいです。ちゃんとね、白なんだけれどパープルのシャドウが吹かれている感じ。でこのブーツね、うん、しっかりと造形されている上に、うん、塗装もね、そこまでムラがないんですよね。うん、まあ地面はね、こういう感じで踏みしめた後ね、背筋も素晴らしい。
裏はこういう感じですね、うん、まあ、ダボ穴が5つ開いてます、うん、いやこれずっと持ってんと重いな、やっぱなんだかんだ重いな、これで悟空です。まあね、ここだけが通常と違うところなんでね、うん、まあ、しっかり見ていきたいんですけれども、まあ悟空もね、もう再現度高、劇場のワンシーンそのまんまですね、うん、ボロッボロな感じがすごいよく再現されてる。で悟空のね、こういう髪の毛もちゃんと造形されてるんですよね。でこのわしづかみにされてる、もうね、手がね、頭よりでかいっていうねめっちゃわしづかみ、こんなのわしづかみされたらやばいね。で意外にね、これ柔らかいんで、うん、結構こんなぐにゃぐにゃ動くんですよ、うん、でこれちょっと分かりづらいんですけれどもね、こちら目はつぶってますね、うん、まあ、苦痛にあえぐ顔が再現されてます。で逆側を見るとね、ちゃんと目が造形されてるんですよ。つまり片目つぶってるんですよね。片目つぶって片目開けている、うん、こんな感じ、すっげーよくできてる。いや悟空もいいですよ、これ出来が、うわ素晴らしい。完璧に再現されてますね、はい、ということでね、まあ、結構このねポージングのフィギュアっていうのがスタチューなんですけれどもね、海外とかでねよくガレージキット化されているシーンなんですけれどもね、それが国内正規品としてねメーカーから出るっていうのはね初じゃないですかね、うん、こんな大型の立体物としては、いやこれは素晴らしい。もう全部構図的にもパーフェクトだしね、うん、造形としてもいい。で何よりね、悟空もね細かくできてて、ちゃんと顔の造形とかもしっかりされてるんですよね。結構そこ期待してなかったんですよね、私ね、うん、結構隠れる部分だったんで、もう結構ね、うん、顔すら描いてないんじゃないかと思ったんですけれども、顔もしっかり造形されてますね。多分これ別で造形してくっつけた感じですね、多分ね。いや素晴らしい。でブロリー自体もよく似ている、うん、完璧な一体ではね、とりあえずねこれを回転台座乗ってるんですけれども、いつもの背景だと入らないかもしれないんですけれども、まあ、とりあえずね回転させていろいろと詳細を見てお別れさせていただきたいと思います。この機会にぜひね、チャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。ちなみにね、一応久しぶりに海外ガレージキットが1月ぐらいかな、うん、到着する予定です。結構これやばいです、ご期待しててください。はい、ということでね、今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。
まで。